はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回からロストヒーローズ2、こちらをやっていきたいと思います。こちらはですね、いわゆるあのコンパチシリーズですね。ウルトラマン、仮面ライダー、ガンダムシリーズに登場する人気ヒーローたちの中から好きな4人でパーティーを編成し、重厚なストーリー展開とともにダンジョンを攻略するヒーロー RPG ということで、まあとりあえずやっていきましょう。ちなみにロストヒーローズ2ですけど、あの1はやったことないっす2からの、スタートになります。今下画面ですね。とりあえずニューゲームと、なんだあれは、強烈な悪意を感じる。ああ、シナンジュっすね。この私に受け止めろというのか。ほう、あれですか、どうやら噂は本当だったようですねキャラわかんない。ちなみにウルトラマンと仮面ライダー全然わかんないっす。この力は我々の研究に革命をもたらしますよ。私ゾッとします。おお、見つけたぜ、この闇の力、まさしくこいつだ。俺様は知っている、いや覚えているぞ。だが真の力はこんなもんじゃねえ。ふはははは。お、ウルトラマン、やはりおかしい、この感覚はあの時と同じだ。仮面ライダー1号っすね。ああ、これは闇の力。あの時すべての平行宇宙を絶望の淵に突き落としたリジェスの再来か。リジェスってなんすかね、前のラスボスですかね。それぞれの世界で観測されている異変の原因と見て間違いないだろう。次第に力を増しているようだ。嫌な予感がする。こうしてはいられん、原因を突き止めるぞ。待て、他のヒーローたちにも連絡を。大丈夫、すでにウルトラマンゼロを通じて各世界のヒーローたちにサインを送ってある。さすがだな。よし、では行こう。え、もう始まりてかこれ前作の多分キャラっすよね、ニューガンダムとか。どうやってあれ見るんだ。とりあえず進むか。おお、これはあれですね、右向いたり左向いたりして進んでいくタイプの、まあ、女神転生みたいな感じのあれですね。ちなみに下画面にマップが載ってます。なんかいる何かいるぞ、こっちに来る。レッドキング、ギャーオ。こいつはレッドキング、ギャーオ。戦うしかないようだな。おお、戦闘っすねてかめっちゃ強くね、こっちアタックとディフェンスしかないな。まあ最初だからっすかね。まあアタックアタックアタックと。そこ205。おお、仮面ライダーが出てきた。オーバーキール、うん、強い。え、ちょっと分かんないこれとりあえず経験値が手に入ったの、入ってないの、どっち。ああ、手に入ってますね70って何これ、レベルメニュー的なものはどうやって出すんだろう。なぜレッドキングが迷い込んだのか、それとも誰かが。だが幸い俺たちは力を失ってはいないようだ。仮にリジェスだとしても、あの時ほど凶悪ではないというわけか。できるだけ早いうちに叩いておいた方がいいな。なるほど。ちょっとステータスの出し方とか全然わかんないですね。まだ出せないのかな。ダンジョンを進んでいきましょう。ほいほいほいと。これエンカウントするときは、歩いてたら勝手にエンカウントするのかな、敵と。ダッシュとかあんのかな。お、なんか始まった。おー、サンダー食らった。グワ、なんだ、ウェザードーパント知らん。お前はウェザードーパント、
あの時倒したはずだ。復活したとでも言うのか。ふん。おお、またサンダー使ってきた。話の通じる相手ではなさそうだ。やるぞ。これは見た感じ仮面ライダー系ですかね。敵ウェザードーバット。そこ、あのビームライフルって全体攻撃なのかな。シュワッチ、いいっすね。てかこっち超強いし。ウルトラ怪獣に加えドーパントまでとなればモビルスーツがいてもおかしくはないな。一方その頃連絡を受けたヒーローたちもこの世界に集結しつつあった。これウルトラマンゼロっすかね。闇の力が強くなってきやがった。発生源はこの先だな。あ、ゴッドガンダムだ。ゼロ。おお、ゴッドガンダム来たか。あ、お前からのサインを受け取ったぜ。異変の原因は分かったのか。詳細はまだ分からないがウルトラマンたちが先行している。皆さん、オーズよく来たな。何が起きてるんです。まさかまたリジェスが。ありえるな。各世界から敵が集結しつつあるらしい。だが仲間のヒーローたちも駆けつけてくれるはずだ。闇の力はますます強くなっているようだ。もたもたしている場合ではないな。我々だけでも調査を進めておこう。ああ、先へ急ごう。うん、結局このメンツか。宝箱みたいなのはないっすね。あれ、てかどっちだ。こっちは来た方向だな。こっちか。ちょっと道が分かんないな。お、出てきた。どこだ。ニュータイプ的な感すかね。どうした、敵か。そこ、普通にギラズールだし。新型ネオジオンのようだが。ロンドベルのガンダム。銀色と緑の二人は何者だ。まあいい、いずれにせよ攻撃目標には違いない。やるぞ。おお、3体出てきた。あー、選べますね。お、ビームライフルはやっぱり全体攻撃だ。一体ずつ排除していきましょう。そこ、おお。てか一体攻撃のやつ超強いし。2とか言って。そこ、こう考えるとニューガンダムちょっと弱いな。200しか当たらないって言ったらね。モビルスーツも現れたな。やはりあの時と同じようにそれぞれの世界から敵が集まっているのか。いや、袖のついたネオジオンのモビルスーツは初めてだ。俺の世界とは微妙に違うところから来たようだ。それに我々は力を失っていない。あの時の状況とは何かが違っている。ワンをやってないからな、ちょっとわかんないな。その頃ゼロからの連絡を受けたヒーローたちもこの世界に駆けつつあった。あ、ダブルオーライザーだ。また世界が歪み始めたのか。あ、俺も感じる。W かっこ翔太郎って。ネタがわからん。こいつはとんでもねえ闇の力だ。 W、 よう、久しぶりだな。ゼロから連絡を受けてきた。メビウスもいるぜ。ダブルオーさん、僕たちと一緒に行きましょう。ダブルオーの方が偉いのか。1号さんたちだけに任せちゃおけねえ。そうだな、こっちです、急ぎましょう。そうだ、あの時とは明らかに状況が違う。今なら被害は最小限に抑えられる。急ごう、闇の力の発生源は近いぞ。で、結局こいつらか。こっちかな、そうすると。とりあえずエンカウントはなさそうっすね、イベントなんで。
あ、なんかモヤモヤしてる。このプレッシャーは近いぞ。これっすね、これ。なんだ、あの怪しい光を放つ石は。あれが闇の力の発生源か。おっと、それ以上欠片に近づくんじゃねえ。誰だ。久しぶりだな、ヒーローども。ベリアル。ベリアル？そんな名前は忘れたな。痛い、グハ。いいか、覚えておけ。俺は長い、超銀河帝国皇帝カイザーベリアル様だ。カイザーベリアル？よくここまで来たな。褒美としていいものを見せてやろう。このかけらはあのリジェスのエネルギーが凝縮した結晶だ。こいつで貴様らの力を奪ってやる。はあ。カイザーベリアルはかけらを手にすると精神を集中した。うわあ。なんだこれは。体の力が抜けていく。ふははは。なぜだ。リジェスは俺たちが倒したはずだ。確かにリジェスは保存だ。だがその驚異的な闇の力は欠片となり、時空の狭間に散らばった。その一つがこれだ。そんなものがいくつもあるのか。すでに他の欠片は誰か別のやつが手にしているようだがな。しかし今はどうでもいい。俺には俺のやり方がある。私たちの力を奪おうというのか。ふわはは、そんなちんけなことはしねえさ。このかけらに絶望のエネルギーを集めるのさ。絶望のエネルギー？そうだ、まずは貴様らを処刑する。その様子を全ての世界に見せつけ、絶望した連中のエネルギーを集める。その時かけらに秘められた力が目覚めるのだ。ふわはは。全ての平行宇宙から絶望のエネルギーを。そうはいくか。無駄だ、ロストヒーローども。痛い。う、どうした、ゼロ。この気配は、お前も感じるのか。俺も感じます。闇の力が急激に広がってますね。ウルトラマンたちが危ない。急ぎましょう。ん、この感覚は。兄さんたちの身に何かが。震えが止まらねえ。どうやら本格的にやばいことになってきたようだ。近いな、急ぐぞ。ああ、戦闘もしないでやられちゃった。どういう状況？ふふふ、ははは。力を失ってしまえばヒーローも型なしだな。よし、ではこれより貴様らの処刑を執行する。待て、ベリアル。処刑だと？何を考えているんだ。お前の好きにはさせない。貴様ら、いつの間に。俺たちもいるぜ。兄さんたちを解放しろ。歪んでいる、ベリアル。貴様は歪んでいる、ベリアル。お前だけは許さねえ。行くぞ、ゼロスラッガー。効かねえな。ぐわー、ゼロ。ふん、ゾロゾロと現れやがって。だがもう遅い、貴様らも絶望しろ。ダークロプス、これ何。いっぱい出てきた。ショッカーみたいなやつ。全ての世界の愚民どもよ、見ているか。俺様はカイザーベリアルだ。これからヒーローどもの処刑を執り行う。貴様らの最後の希望が消滅する様子をとくと見るがいい。やれ。おお、いっぱいいる。え、なんか一般兵のビームでやられんの。
欠片が。ふ、ついに始まったか。これは欠片が何かを吸収している。ふんふんふん、面白くなってきましたね。ウルトラマン1号さん、ニューガンダム。無駄だ、リジスの力で動けまい。おお、見えてきたぞ。かけらはキューブを生み出す絶望の始まりだ。なんか壊れたように見えるんだけど。リジスのかけらの力は解き放たれた。すべてを闇に染め上げ、すべての世界を融合しようとしたリジスの強大なる力。ちょっと早いよ。今再び悪夢が蘇る。キューブと呼ばれる邪悪な世界が生み出され、正義は力を失い、悪の前に抗う術をなくした。異変の影響はかつてリジスの災害を免れた世界にも。何や、わかんない。突然キューブに取り込まれた人々は底知れぬ絶望に打ちひしがれた。絶望再来。すげえ始まり方だな。力なき正義はたった一つ残った希望を支えに今再び立ち上がった。コロニーキューブ第一居住区にいますね。今下画面だと。もう動ける。ん、ウィザードか。ここはどこだ。未知の世界。なんか見れるかな。何も見れ、お、なんかステータスが開ける。アイテムは何もない。スキルもない。うん、まあレベルは1か。うん、こんなもんかな。そうですね、じゃあちょっとキリがいいところなので、まあ第1回目は、まあ、オープニング的な感じで、終了して、まあ、次回ここから進んでいこうと思います。それでは今回はこれで終了します。